ございます。朝の5時10分ぐらいですね。今日はアメフト部の1日っていうのを撮っていきたいなと思ってて、今日は朝から6時からウェイトトレーニングがあるので、早めにスタジアムに行って朝ごはん食べてトレーニングしていきたいと思います。だいたい1時間から1時間半ぐらいトレーニングして、そこからミーティングして普通にアメフトの練習って感じですね。ここがだいたいロッカールームですね。僕の部屋がこれ、部屋じゃない、93番端っこのところです。こんな感じです。朝のウェイトが終わって、今から朝飯なんですけど、ウェイト前になんかこうスムージーが作られてて、でそれを飲んでからウェイトして、で終わった後にもう一回スムージーみたいな感じで配られて、でそっから今日の朝飯はヨーグルトと卵でベーグルやな、でバナナ2本ぐらいで栄養補給して、そっからアメフトの練習って感じですね。こんな感じでカロリー必要やからしっかりクリームチーズ塗ってって感じです。ではいただきます。 Hey, it's my best friend. It's my best homie Hanada, man. We gonna get y'all right on the YouTube, man. Yeah. Keep y'all updated. Thank you so much. Yeah. Yeah. で今からちょっとケアしに行きます。ケアセンターで冷たい水を交互浴して体を休めます。今からは飯食って授業行ってきます。ちょうど ここでログインします。 So I'm filming the YouTube、huh? I'm filming the YouTube. Oh really? You enjoyed itSo YouTube. What is so, that? I posted my YouTube channel. Oh. Yeah. How was the practice? It's good. It's good. It's cold. Yeah. I'm filming YouTube. What? I'm filming the YouTube. You're on YouTube right now? Yeah. What's it for? So I will post it to my YouTube. Yeah.Wait, show me your... My channel. How many followers do you have? No, I'm started... Yeah. Wait, show me... 2 days ago. You started YouTube? Yeah, I started 2 days ago. How many followers? What's your name? Hey, look. It's anything but nosy to ask for someone's... 394. Cool. Yeah, that's good. I started, 2 days ago. Not a... Yeah, follow me, man. Can you follow me? What? Can you follow me?I still subscribe. Thank you so much. Yeah. Of course. はい、今から僕の友達を紹介します。He is wit. Yes. He is very wit. Funny person, right? Yes. What's Japanese for yes again? Yes again? Yes. What does this mean? Japanese for yes.Japanese for yes? Yes. Hi. 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 Hello. It's Hi. Konnichiwa. Konnichiwa is hello.、Mm-hmm. Hi is thank you. No. Arigato is thank you. Thank you is arigato. Arigato. Yeah, so yeah. The yoroshiku is nice to meet you. Yorisho? No. Yoroshiku. Yoroshiku. Yeah. Yoroshiku. Nice. Good. Yoroshiku. Yoroshiku. It's cold. It's cold. Since today it's cold only. How do you say cold in Japanese? Cold is 冷たい. 冷たい? Yeah. 冷たい. Yeah, this is 冷たい. Hey, hi. My YouTube, I watch a lot of Japanese people. Yeah. So I have to speak Japanese. Right? Yeah, okay. Go for it. He's my friend, Javian. Yes. So it's cool that you do that, so they mm-hmm. get to follow you still. Yeah. Yeah.So karate is very dry, right? And to high elevate, right? Yes, high elevation, uh-huh. highest in the United States. I see. Too hard today. You don't warm?
You the worm? What? Why are we all in the port trainer? Are you gonna take the nap? Yeah. I see. 今からちょっと授業に行くんですけど、昼寝でがっちり寝てしまって15分なんですよね。ちょっとやばくて、時間ないときはいつもこれ使います。電動スクーターみたいな、簡単に乗れて超速いの。日本でも確かあれはできたらしくて、今から英語の授業に行ってきます。あと15分ぐらいからギリ間に合うかな。スクーターで行ったら5分ぐらいで行けるから、まあ、走行中はちょっと危ないから動画撮れないんですけど、まあ、イメージとしてこんな感じの、ここひねったらブーンっていく感じ。それでは行ってきます。ちょうど授業が終わりました。今日は2時間ぐらいの授業で、英語のクラスなんやけど、 E メールの送り方とか授業に対する姿勢の勉強みたいなを2時間ぐらいしてきました。こういうすごい綺麗な建物で勉強してます。ここはちょっとね、でもキャンパスから離れてて、まあ結構自然のあふれる校舎となってていい感じですね。今からちょっと歩いて寮まで戻ってトレーニングの準備して、今からバナナ食べて栄養補給してトレーニングします。では行ってきます。キャンパス内はこんな感じですね。今日はね、平日やから結構生徒おるけど、土日とかは全然おらんくて、朝とかはちょっと走ったりして、結構みんなね、移動が歩きが多くて、あとはスケボーと電動キックボードとチャリやな。だからチャリンコ用の道路とかもあったりして、結構交通整理はされてます。もうすぐ普通の一般学生がトレーニングするトレーニング場みたいなのがあって、今日朝アメフト部でトレーニングしたから、今日はちょっとこう場所変えてトレーニングしようと思ってます。帰ってきて今から寮の飯を食べます。ここが寮のダイニングホール、飯を食い放題でビュッフェみたいになってて、サラダとか、 なんかパンとかパスタとか日替わりであって、その中から選んで食べるみたいな感じですね。ちょっと取ってみます。問い終えました。僕の今日の晩飯なんですけど、なかなかジャンキーですよ。フレンチトーストと山盛りの卵とハッシュドポテト、ミートソースとブロッコリーのパスタ、これサラダ、トマト、ツナ、レタス、これがチキンとポテトとスイートコーンだね。だからまあタンパク質、脂質、カーブ多めのてんこ盛りでがっつり食べて、明日体重測定があって、で基準の数値を超えてないと怒られるから、今日はちょっとしっかり食べて、寝る前にタコスみたいなのを今日の昼出たやつをお持ち帰りしてるんで、それを夜寝る前食べて、で朝にもう一回朝食がっちり食べて体重測定する感じですね。まあ今日はトレーニング2回したんで、がっちり食べて問題ないかなと思うんで、いただきます。僕のこんな感じの晩ご飯でした。ご飯をちょうど食べ終わったので、さっきねちょっと課題したから、今から多分中盤あたりも出てくる面白外国人、アメリカ人のウィットにの部屋にね行って、彼ねすごい今バキにハマってるらしくて、俺もめちゃくちゃバキ好きやから、バキ見に彼の部屋に行きます。そう、俺の部屋ねテレビないから、テレビのあるねウィットの部屋に行ってテレビを見せてもらいます。 Hello? What are you watching? That should've been me in there! Bucky! Yeah. Bucky, right? Can I turn on the right? What? Can I turn on the right? Filming the YouTube. Yeah, sure. Please move the ball a little so I can see the TV. Bucky Hama, what? Yeah. Whether it was to embrace him, or as a gesture of pride in his beloved son's efforts, he opened his fists and his arms and stretched them wide. And whip. So. じゃあこんな感じで失礼します。